こんにちは。花泉モータースです、えー。今日はシフトロックの解除の方法についてお教えいたします、えー。シフトロックという機能をご存知でしょうか、えー、バッテリーが上がってしまった。そして車の鍵もない。そんな時に車を動かさなければないと。そういう状況が発生した場合に、一時的にロックを解除して自力で押すための、えー、機能です。これからやってみますのでご覧ください、えー。これからシフトロックの解除をしてみようと思います。えー、まず、 サイドブレーキは解除しておいてくださいこのシフトレバーの横にここにシフトロックというボタンがありますのでこちらを押しながら2つ下げてニュートラルの状態にしますサイドブレーキは解除の状態になっていますシフトが今ニュートラルになっていますのであとは車を押して動かすことができます バッテリー上がりなどの緊急時に役立てていただければと思います。